こんにちは、冷戦です。今日は6月28日日曜日になります。絶食805日目1から2リッター絶食も5日目です。天気は曇り一時雨ですね、なんかちょっと降ったりやんだり繰り返してます。現在時刻は午前10時8分ぐらいです。今日もまあ同じようにやっていきます。フレッシュジュースはまあ1リットルぐらい作ろうかな。1リットル、まあ1000から1100ぐらい、まあ1200でもいいけど、まあそのぐらい狙ってちょっと多めに作ってみようと思ってます。それで体重体脂肪率の具合とか、あと若返りだね、そこの確認をする。で夜に、まあ6時以降だな、6時ぐらいになったらあのグリーントーヤを作るってとこです。まあそれでやってみる。どうしてもきつかったら追加で作るけどね、まあ、なるべくこれで体を慣らしていきたいもんで、ただバイオリズムに合わせて取らないと負担がかかっちゃうから、体と精神に。なんでまあそこも見ながらってところです。で今日は昨日幽体離脱の訓練やったもんで、今日はなしなんだけど、あの側頭頭上接合部の訓練はなしだね。ただもうあの上限 50% 近くに来てるもんで、まあ、今日はあの浮く訓練はやろうと思ってます。そんだけだね。あと瞑想も、まあ、なるべくちょっと時間を増やしていけたらなってところです。無理はしないけど。そしたら絶食805日目始めていきます。今日もフレッシュジュース作っていきます。晩柑5個、今日は5個でやってみる。5個、これとあとこれがねちょっと腐ってるんだわ。かなり腐ってる。この辺もう色が変色しちゃってて、この辺までブヨブヨだもんね。まあ全部取れそうだったら取るけどね、腐ってても割といける。したら始めていきます。まあ、1200ってとこですね。そしたら水、これ昨日の飲みかけだね、残り。ここに追加で入れていくんで、神社の井戸水を500したら飲んでいきます。ちょっと買い出し行ってきます。次入れていきます。水を500したら飲んでいきます。次っていうか最初のグリーントーヤ入れていきます。カゴメグリーンスムージーを250、まあ、今日も6時に入れることできたんで、まだ割と残ってるけどな、フレッシュジュース、まあ、まず大丈夫でしょう。でメラク有機豆乳を250。今日は過ごしやすいね。過ごしやすいし、バイオリズムも悪くないし、あと香辛料、粉唐辛子を9回。と、七味を9回。と、ブラックペッパーを9回。
したら飲んでいきます。おはようございます。今午前8時ちょっと回ったとこですね。したら計測の方入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面と背中、まあ66ってとこですね。血圧測っていきます。105-72です。今日の結果報告です。今日は天気曇り、一時雨で一回途中ちょっと晴れたね。まあでもほとんど曇りでした。睡眠時間は5時間ほどとっています。夜中深夜1時半から4時までの2時間半と午前4時半から7時までの2時間半、合わせて5時間ってところです。ちょっとあやふやなとこあるんでまた確認します。ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなし。日中の室内温度午前10時ごろ計測で26度、湿度は 66% でした。飲んだもの、野菜ジュースが 250ml、 豆乳も同じく 250ml、 果物ジュースは0、果汁午前10時20分ごろ晩間 1869g で 1200ml、 1.9kg で 1200 ってとこです。で水は1250になります。合計が 2950ml、 水1250のため実質は 1700ml です。なので今日は 1.7 リッター絶食ですねまあいいでしょう。っていうか今日は 1.7 狙ったんだよ、意図的にね。で塩ヌチマース 2.5g、 ターメリックは 0.05g くらいですね。まあ微量ってとこです。香辛料は1回入れてます。尿回数11回出てて、濃さは少し薄め、かなり薄い時、あと完全無色の時がありました。量は平均的な量です。大便は0回です。今日も大便出てません。おならはたまに小さいのありで、匂いはなしです。今日の計測時刻は午前8時頃に計測しています。昨日よりも1時間ほど早いですね。まあその分 0.1 キロぐらい増えてることになります。体重 56.00 キロ、昨日に比べて 0.05 キロの減少です。すでに今 0.1 キロ増えてるっていうことになるんで、昨日と同じ時間も午前9時になったら 0.1 キロ減るもんで、こっからさらになんでマイナス 0.15 キロってとこですね。 BMI は 17.7 で変化なし。体脂肪率は 10.5% で 0.3% の減少です。血圧105-72、最高血圧プラス6、最低血圧マイナス4ですね。脈拍61でマイナス11、ウエスト66で変化なしです。今日の気づき。まあ、別に今日気づきって気づきはないけどな。晩間1200で今日は多めに作ってて、1200、1.7 だね。1.75 近辺でやってみたらどうかなっていう。どういう風か。になるのかなっていうのをちょっと確認したかったんで、今日は晩間多めでフレッシュジュース多めで試しています。まあ、結果としてはね、今日いまいちなんだよ。顔もなんか全然変わった感じもないし、おなんか少し良くなったみたいな感じもないんで、1.7 近辺じゃちょっと
と弱いかなっていうところですね。まあ1回しかやってないから何とも言えないんだけど、やっぱ 1.5 ぐらいは狙っていかないとっていうところですね。ただ楽だってよ、この量だとねだいぶ楽だね、フレッシュジュースでも、作るならまあ1000だな、やっぱり晩間1000、フレッシュジュースは1リットルを狙った方が良さそうだってとこですね。で 1.5 リッター絶食にするっていう、まあ、ここはやっぱり一番いいかもしれない、楽だけどね、この量だと。あとまあ体重はほとんど変わってないって言い方でいいでしょう。体脂肪率がちょっと減ってる、まあこれまあそう変わってないって見方でいいと思うけどな。血圧が微妙に上がってますね。今日は塩 2.5g な少ないんで、なんだろうな、晩間が多かったでっていう可能性はありますね。あとバイオリズムとかね、その辺かなってとこです。でユータ離脱の訓練に関しては今日はまあお休み、あの側頭頂上接合部の訓練はお休みにしたんだけど、ただあの二度寝の時だね、二度寝のタイミングでユータ離脱をする試しっていうのかな、分離する実験は行ってるんだよ、行ってるんだけど結局寝ちゃったね。幽体離脱をしようとは思ったんだけど寝ちゃったってやつだね。4時頃起きてるんだよ。4時頃起きてから気功の練習して、でその後幽体離脱入ろうかなと思ってたら寝ちゃったってやつだね。で気功の練習はね、あの寝起き二度寝の時にやらない方がいいな。なんかやってもね、なんかうまくいかなかった。やっぱちょっとなんか眠たい感じだとよくない、練習にならないっていうかいまいちって感じだったね。なんで、まあ夜寝るときだね、布団に入ったらまず真っ先に、まあ深呼吸して。んで、まあ落ち着かせてから気功の練習だね。これをまあ10分から15分ぐらい行うっていう形。二度寝じゃなくて、もう寝る前だね。寝る前一番最初にやった方がいいな。あんまり眠気がまだないときにやった方がいいと思った、結局布団に入ったのはね、深夜0時、まあちょっと前ぐらいなんだよ。だけど全然寝らんなくて、で寝たのが1時半ぐらいなんだよね。ずっと布団で横になってゆっくりはしてたんだけど、全然なんか入っていかなかったんだね。睡眠にならなかったっていうか、いやーまあそろそろ寝れそうだなーって時に時計見たら1時半ぐらいだったかな。まあそんなところですね。あとまあ今日は瞑想はあんまりできなかったね。であと明日は、まあ、同じようにやっていこうと思っています。で月水金をとりあえずその側頭頂上接合部の訓練の日にもしようと思うんで、まあそれは行うんですね。ただあの今ちょうど上限 50% ぐらい来てるもんで、なんで明日だね、明日もあの幽体離脱で浮き上がるっていうかな、離脱する分離する実験は試しそうとは思っています。なんで側頭頂上接合部の訓練と幽体離脱の分離の訓練両方明日は行うってとこです。一応今後はね、月水金はあの側頭頂上接合部の訓練だけで、火木土はその幽体離脱で分離する訓練だねをやろうと思ってる。だけどまあ上限 50% とかこのあたりはまあなるべくね、幽体離脱の分離の方もやっていきたいもんで、側頭頂上接合部の訓練だけじゃなくて分離の方も同時に行うって形ですね。そういう風にしていこうと思っています。で一番いいところを見つける、気功の練習訓練は少なくとも一番最初だね、布団に入って一番最初に行うのがいいっていうのが今日分かった、まあ、これはこれで大きな価値があったと思うんで、こうやってドリンクこの量飲んでるとやっぱね、途中でトイレ行きたくなるんだよ、寝てる時にね、4時とかね目が覚めてトイレ行きたくなるんだよ。だから二度寝の機会がねあるんだわ、与えられるっていうのかな。まあ、そのタイミングで幽体離脱の訓練をするのが良さそうってとこですね。一番最初布団に入ってすぐ訓練をやらない方がいいなと思った、幽体離脱の訓練ね。まずはもう気功の練習して、それからもうすぐ寝ちゃって、で二度寝の時に幽体離脱で浮き上がる訓練をするってとこですね。まあそのパターンを作っていこうと思ってます。そのパターンでやっていこうと思ってます。明日は晩間、まあ1000から1100ぐらいだね。まあ狙おうと思ってるところです。まあ4個か5個。まあもう一回 1.7 リッター近辺狙ってもいいけどな、そのぐらい。まあ4個か5個どうしようかなって思ってるところですけどね。
まあ、そんだけです。そしたら絶食805日目完了です。それではまた明日。